お疲れ。お疲れ。はい、ごめんね、俺寝ちゃってたからさ、仕事で。はい、ね、今日帰んの？え、明日？明日ですね。明日か。え、金は貯まったの？昨日。お。秘密秘密って。いくら？うお、すげえ。え、リスナーさんから？そう。すげえな。でも飛行機代バッチリじゃん。飛行機代もバッチリして、飛行機で今行かせてる。あ、何？何で帰るの？沖縄飛行機、まあ、沖縄まではまだ行かんすね。ほう、はい、いいじゃん。だいぶ風邪ひいたっす。あ、いや、まあ風邪ひくよね。俺も喉おかしいもん、あれから。やばい。喘息持ってるもんね。俺も喘息持ってるよ。鮫島さんも喘息持ってんね。死んでもおかしくなかったっすよ。いや、あれ死ぬよ、本当に。あれ冗談じゃなくてマジで死ぬかんね。タイムシフト見てみたけど、クソ面白くなかったわ。びっくりしたわ、あんなに取れ高ないとは。びっくりだよね。昨日？昨日盛り上がったの？オフ会でしょ？新宿で。うん。俺飲んだんと喧嘩してたよ。いつですか？昨日。え？ま、なんかいびきかくんだけど、なんかマウスピースでいびきを軽減できるらしいの。そのマウスピース飲んだんが茹ですぎてぐっちゃぐちゃになって。マウスピースしますか？いや、じゃあそれを作ってくれたのよ、博士とかって。でマウスピース温度で温めるんだけど、もうグツグツ茹ですぎてグニャングニャになって、こんなん使えるわけないじゃんってさ、ノンタンが切れて、ふて寝してたわ。はい、バタツーみんな、よいしょよいしょ、よし、狭いけど、ただいま。いい。これだよね。いじってないから。うん。あとなんかその辺にいっぱいあったよね。うん。ね、今日の予定は？いや、もうホテルで寝ます。あ、ホテル行くんだ。はい、どこのホテル行くの？ラブホテル行かない。ああ。はい、新宿のラブホだけぞ。1万ちょい、1万8000円ぐらいじゃん。うん、いや、まガチ風邪引きじゃん。ズー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 ずっと言ってんじゃん。うん、ねえ、あの鮫島さんの家泊まったの結局？いや、もう泊まらんと、うん、競馬で負けたんでしょ？競馬全部全部満喫行けばいい。東京の満喫狭いかな、いいとこないし。あれはあの後楽園のラクーアとか、ラクーア2パーセントみたいな。あ、そんなんあるんですか？あの後楽園ってわかる？あの東京ドームあるところ。わかんないですね。東京ドームのところにあるよ、水道橋か後楽園。うん、あ、どこだろう、泊まって遊べるところ。あれ、それ休みたいんでしょ？休みたいです。ベッドでゆっくり寝れるんだったらラブホかな。歌舞伎で楽はいいよね。ラクーア結構おすすめだけどね。ラクーアか大江戸温泉、お台場温泉施設。一番近いのが歌舞伎町かな。まあ一番近いの歌舞伎だね、泊まるんだったら。
いや今金に困ってねえからテルさんピン。リスナーさんに言っていいの？金額言わない方がいいの？言わない方がいいの？金額10万でしょ？12万っす。おーすげえもらったな、うん、いいね。完全に冒険家だからね、格好。着込みすぎでしょ、うん、北極制覇みたいな格好してるから。あ、パンツ届けないと。そう、あのね、ヒカルくん前に泊まり来たの、旅配信で。で、ヒカルくんパンツ忘れてったんだけど、一個企画をやろうと思ってて、ヒカルくんのパンツをリレーしてヒカルくんに届くのかっていうのを、ちょっとやろうかなと思って。テルチャンピンにヒカルくんのパンツ託してもいい？いいですよ。で、知り合いの生主に、はい、ちょっとヒカルくんにこれ渡してっつって、カピカピのパンツがどっかにあるんだよね。あった。ね、これヒカルくんのズボン。あー、見たことあるっすこれ。で、これがヒカルくんのカピカピのパンツなの。このアイテムを知り合い、もう誰でもいいから生主だったら、で、渡してヒカルくんのところに届くのか。生主。え？生主。生主だったら誰でもいい。あ、で、どんどん渡していくと。あ、了解です。そういう。闇に渡すんですよ。あ、いいね。あ、闇合うのか。明日闇なんですよ。おー、いいじゃん、いいじゃん。はい、え、向こうまで行くの？千葉の。行きます。僻地。はい。あ、そっかそっか。まだ沖縄じゃないんだ。じゃあ駅まで送るよ。あ、うん。うん。登山家だよね。充電しなくて大丈夫？あ、大丈夫です。うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いいえ。完全に登山家だからな。しかもなんか一流の登山家みたいな格好してるからな。よいしょ、いいか。オスプレイ落ちたの？え、マジで？オスプレイ墜落したの？え、オスプレイ墜落したらしいよ。え、それマジで言ってんの？オスプレイって何すか？オスプレイってあのほら、あのヘリコプターみたいな飛行機あるじゃん、沖縄の、はい、あれが墜落したんだって。マジですか？沖縄で。やばマジかよ。沖縄沖でマジでやば。沖縄県民怒り狂ってるでしょ。やばオスプレイ墜落。シャレになんないでしょ。まあ陸地じゃなくてよかったよね。海だ、海ならよかったね。海なんすか？うん。まあ落ちる落ちるとは言われてたけどね。まあ落ちるわな。ありがとうね。あ、はい。うん。沖縄行ったらよろしくね。あ、そうっすね、お願いします。うん。ヒカルくんなんかダバンプのあるでしょ？スノブさんとなんか配信やってんでしょ？え、そうなんすか？なんかツイッターに流れてたよ。マジっすか？うん。元ダパンプか。あ、沖縄いいよな。羨ましいよ。メガネ、丸メガネだよ、ただの。え、でもゆくゆくは東京に来るんでしょ？予定ではそうしたいですよね。だよね、はい。東京の方がいいんじゃん、配信やるんだったら。まあ、そうですね。うん。全然やっぱ電波が全然違うっすね。どこでも通るよね。どこでも通るっす。うん。いいよ、お疲れ、みんな。テレチャンピンね、前から連絡くれてたんだけど、俺がもう夜中だったら寝ちゃってたんだよ。それでね、今日になっちゃったんだよね。申し訳ないな、本当。新宿に行くのは地下鉄だけどいい？あ、タクシーで。タクシーで行く？あ、じゃあ大通りそこにあるから、はい、すぐだからタクシーだったら、はい、70円しか持ってなかったやつがタクシーとか言ってるからな。配信者ってすぐ金入るとすぐなくなるからな。石野ってホームレスがいたの、知り合いに名前のして、
で、その石野ってやつ、リスナーさんから30万もらった瞬間にもう女は買うわ、もうすごかったね。で次の日には15万ぐらいしか残ってなかったって。やっぱみんな使うよね。金梅さんも300万を1ヶ月で150万にしたって言ってたもんね。すげえよな。計算はない、貯金もないって。あ、ソープ行くんなら、あの歌舞伎町ダメだよ。いや、ソープは行かないって言って。うん、風俗行くんなら歌舞伎はやめた方がいいよ。あ、そうなんですか。うん、ブスっすか。ブスっていうか、あの歌舞伎は風俗の街じゃない。あ、そうなんですか。うん、だからキャバクラだね。もし行くんなら渋谷か池袋の方、池袋の方がいいんじゃない、安くて。あ、うん、非常におすすめしないよ歌舞伎は。タクシーなんて乗ったことないぞとか言って。マジか、ごめんな、なんかごめんな、なんか締めっぽい話になって。いや、タクシーの方が高いんですか。いや、そんな、ね、まあ、タクシーなんて駅180円ぐらい電車で行けるけど、タクシーだったら1メーターだな、うん、別にそんな高くないと思うよ、うん、1000円あれば行けるっしょ。ここが大通り。はい、じゃあお疲れ。はい、頑張って。はい、じゃあねー、はい、じゃあ帰りますか。吉原か。いや、もうお別れだよ。あ、ウグイス谷にデッドボールを進めればよかったね。超まぶい女がいるっていう。デッドボール進めればよかったわ、失敗したわ、うん、めっちゃ疲れてたね。完全に配信者の電源オフってたよね。デッドボール当たったらつうか、デッドボールしかいないの。ウグイス谷デッドボールで検索してごらん。マジ笑うよあそこのサイト。罰ゲーム専門店だからね。ウグイス谷デッドボールは結構有名だよ。もうあの他のお店で NG された数々の女どもを拾い集めてあの経営してる店なんだけど、もう罰ゲームで人気を呼んでるっていう。みんなお疲れ、どうもお疲れ様です。俺今風呂上がったところで、ちょうどテルチャンピンやってると思って、なんか歌舞伎町いんのかなと思ったら、思いっきりタイトルが和道の家に行くだったから、あ、来るんだと思って、ちょうどよかったわ。フォアボールで出塁なんてできないよ本当。デッドボールはすげえよな。のんたんにね、体洗ってもらってた。彼女に体洗ってもらうの大好きだから、のんたんに全部洗ってもらってるから。体など自ら洗わん。千里の働いてる店、いや千里レベルじゃないよ本当に。デッドボール本当サイト見てみ。ウグイス谷デッドボールはマジで爆笑するレベルだよ。うん、マジで爆笑する。上野のソープンババ、でもまあ上野はそんなに外れって感じでもないと思うよ。うん、まあ、テクを持ってる人が働いてる感じだよね。30代半ばとかは全然上野では働いてる人多いけど、綺麗な人も多いから、上野は結構料金高めの店だよ。上野のキャバクラとか歌舞伎町より高いからね実は。まだ飯食ってないんだよな俺。のんたん飯食ったって言ってたからどうしよう。吉原の格安ソープ見てると20代の多くて可愛い。まあ吉原だからね、言っても吉原だからね。でも吉原は高級店行かないと意味ないっていう噂だよ。俺吉原行ったことないけどね。そうだね、うん、でもあれだよ、うちのリスナーさん結構下ネタを好きな人多いよ。なんか3、40代のおばさんとかがおじさんおばさんだから、結構ね団地妻多いからね、
俺の枠、ニコ生の時企画をずっとやってたの。うん。和道高光の、威嚇臭い話っていう、あの、ひとし松本の滑らない話みたいな感じで、和道高光の威嚇臭い話っていうシリーズやってたんだけど、結構人気コーナーだったからね。和道高光の威嚇臭い話。よし。じゃあそろそろ終わりにすっか。家に着きました、うん、よいしょ、ただいま。あれ、放送見てんの？あれどこいんだ、のんたいる？どっか遊び行こうよ、のんたのんた、布団にくるまって隠れてたの。うんのんたんベッドでモグリンしてるほら、うん、じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れっす。お疲れ。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。